ポンパーノはアメリカ海軍の潜水艦、ポーパス級潜水艦の一隻。艦名はアジ科のコバンアジ属の総称にちなむ。日本産のコバンアジはダートと呼ばれ、ポンパノとは呼ばれない。ポンパーノがフトップセールポンパーノは1936年1月14日にカリフォルニア州バレーホのメアアイランド海軍造船所で寄港した。1937年3月11日にアイザック・アイ・イエーツ夫人によって命名、進水し、1937年6月12日に艦長ルイス・エスパークス少佐の指揮下就役する。第二次世界大戦の勃発まで、ポンパーノは主にメアアイランド沖で乗組員の訓練と偵察任務に従事し、真珠湾攻撃の後に真珠湾に到着した。1941年12月18日、ポンパーノは最初の哨戒でマーシャル諸島方面に向かった。この哨戒では、1942年1月に空母艦載機部隊が行う攻撃のための偵察が主任務であった。12月20日、第8任務部隊の空母エンタープライズの艦載機がポンパーノを誤爆したが、ポンパーノは損害を回避した。ポンパーノは1942年1月1日にウェーク島沖に到着し、情報収集のために本軍の機銃座が間近に見えるくらい接近した。1月8日、気難しい HOR エンジンが故障したが、ポンパーノはビカール環礁及びいくつかの島を観察した。1月11日、ポンパーノはウォッジェ環礁内に哨戒艇によって警護される、鎌倉丸級大型貨客船あるいは八幡丸級大型貨客船とおぼしき艦船を観測。翌1月12日、ポンパーノは環礁外に出てきた八幡丸級大型貨客船に対して魚雷4本を発射し2本が命中、目標は視界から消えたと判断された。5日後の1月17日、環礁を出た一隻の哨戒艇に対してポンパーノは攻撃を行ったが、発射した2本の魚雷は目標到達前に爆発し、最初の攻撃は失敗した。敵は進路をポンパーノの型に変えたため、ポンパーノは910メートルの距離まで待って、もう2本発射した。この攻撃も失敗し、敵艦は効果のない爆雷攻撃をポンパーノに対して行った。マロエラップ環礁の偵察後、ポンパーノは1月24日に担当海域を撤収。1月31日、ポンパーノは43日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。ポンパーノの報告書をもとにして、第8任務部隊と第17任務部隊がマーシャル諸島への攻撃を行った。4月20日、ポンパーノは2回目の哨戒で東シナ海方面に向かった。この時の搭載魚雷は新型魚雷の生産が遅れていたため旧型のマーク10型魚雷であった。ミッドウェー島で給油し、5月7日に哨戒海域に到着。沖縄島西方及び東シナ海のシーレーンを哨戒した。船団の航行は少なかったが、5月24日に大型のサンパンを発見し、砲撃によってこれを沈める。翌5月25日、ポンパーノは北緯25度56分、東経125度21分。北緯 25.933 度、東経 125.350 度、25.933、125.350 の地点で、小型タンカー、東京丸を発見。7時間の追跡及び機関部の火災、航空機発見と苦戦した後、浮上攻撃の末に撃沈した。東京丸の生存者を確認したものの、航空機の接近により潜航を余儀なくされた。ポンパーノは、哨戒海域を日本本土と東インド諸島の主要航路に変更。5月30日、ポンパーノは、北緯26度40分、東経129度30分、北緯 26.667 度、東経 129.500 度、26.667、129.500 の地点で、駆逐艦呉竹に護衛された。陸軍輸送船熱田丸を発見する。熱田丸は単独で第119戦団を構成していた。ポンパーノは攻撃位置に移動し、690メートルの位置から魚雷を2本発射。熱田丸には1本が命中し一時は持ちこたえるかに見えたが、やがて猛烈な火災が発生し、熱田丸は6月2日から3日にかけての夜に沈没した。燃料を消費したポンパーノは燃料補給の必要が生じたが、日本軍の攻撃によりミッドウェー島に寄港できない可能性があったため、とりあえず東方に向けて移動した。6月3日の朝、ポンパーノは北硫黄島近海で小型の島巻船を発見し、艦載砲によりこれを攻撃し破壊した。2日後の6月5日、日本とマリアナ諸島間の航路においてトロール船を発見し、これに砲撃を行って破壊する。その2日後、ミッドウェー海戦で大敗を喫した日本艦隊は、本国への帰還の途にあった。ポンパーノは迎撃準備を取ったが、結局接触することはなかった。6月13日にミッドウェー島に寄港。6月16日、ポンパーノは58日間の行動を終えて、真珠湾に帰島。艦長がウィリス・M・トーマス少佐に変わった。7月19日、ポンパーノは3回目の哨戒で、日本近海に向かった。8月3日、哨戒海域に到着し、潮の岬近辺の海岸から 7.5 キロ離れた地点より東に向かって、哨戒を始めた。8月7日、未明、ポンパーノは、北緯33度50分東経136度15分、北緯 33.833 度東経 136.250 度、33.833 136.250 の地点で、貨物船朝日丸に向け魚雷を4本発射したが、命中しなかった。2日後の8月9日、ポンパーノは、伊豆大島風早崎近海で、駆逐艦おぼろを発見し砲撃。閃光と同時に、砲弾の着水音が聞こえてきた。間もなく激しい爆雷攻撃が始まり、近距離で大きな爆発が生じた。機関室で浸水が始まり、排水の必要が生じたが、再び激しい攻撃が行われた。脱出を試みる間に2度座礁し、ソナーの先端が外れバッテリーはほとんど消耗。ポンパーノは、浮上に成功した後、同海域を離脱した。8月12日正午頃には、北緯33度30分東経135度52分、北緯 33.500 度東経 135.867 度、33.500 135.867 あるいは、北緯33度02分東経136度00分、北緯 33.033 度東経 136.000 度、33.033136.000 の地点で、貨客船帝楓丸を発見し、射程圏内に入ってきたとき、敵の護衛艦が現れた。ポンパーノは、魚雷2本を発射して、大きな2つの爆発音を聴取。潜望鏡で、水柱が観測された。護衛艦の艦首は吹き飛んだかのように見え、もう一本の魚雷で4000トン級貨物船を撃沈したと判断したが、実際には、帝楓丸は魚雷を回避して事なきを得ていた。8月21日にも、犬吠埼沖で3隻の貨物船を主体とする輸送船団を発見して接近するも、護衛艦の存在により攻撃を行うことができず、翌8月22日朝の北緯34度55分、東経140度12分、北緯 34.917 度東経 140.200 度、34.917140.200 の地点における特設航空機運搬艦富士川丸に対しての雷撃も魚雷3本はすべて外れ、富士川丸は搭載砲で応戦した。ポンパーノは夕方に浮上し、6400メートルの位置に、駆逐艦と思われる艦艇を発見したが攻撃を行うことはできず、その艦艇、駆逐艦、沖風は、ポンパーノに接近して、爆雷攻撃を行った。ポンパーノは、哨戒期間を終えミッドウェー島に向かった。その途中の9月4日、ポンパーノは、北緯35度59分、東経150度36分、北緯 35.983 度、東経 150.600 度、35.983 150.600 の地点で、特設艦指定第27南進丸を発見。山陰地方と機銃で攻撃し、1時間後に、これを沈めた。翌朝、未確認の潜望鏡を発見したが、攻撃前に消えてしまった。ポンパーノは9月8日にミッドウェー島に寄港。9月12日、ポンパーノは55日間の行動を終えて真珠湾に帰島。オーバーホールのためメアイランド海軍造船所に開港された。オーバーホール中に外装魚雷発射管を艦首に装備。艦橋構造は改正され、故障続きの HOR エンジンや電池の換装も行われた。作業は1942年12月18日まで行われ、終了後に真珠湾に開港された。1943年1月16日、ポンパーノは4回目の哨戒でマーシャル諸島方面に向かった。1月25日にクエゼリン環礁を偵察後、トラック諸島方面に移動した。1月30日、ポンパーノは、北緯08度24分、東経149度49分、北緯 8.400 度、東経 149.817 度、8.400-149.817 の地点で一隻の護衛艦を伴ったタンカーを発見し、雷撃して、損害を与えたと判断された。2月4日と2月19日にもタンカーを発見し、それぞれに損傷を与えたと判断された。2月21日から23日にかけては、ロンゲリック環礁、ロンゲラップ環礁、ビキニ環礁をそれぞれ偵察。2月28日、ポンパーノは44日間の行動を終えて、ミッドウェー島に帰島した。3月19日、ポンパーノは5回目の哨戒で、日本近海に向かった。担当海域での26日間に及ぶ哨戒で4度の接触しかなかったが、接触の一つは、これを沈めることが潜水艦乗りの夢である空母であった。4月9日夜、ポンパーノは、北緯34度55分、東経141度55分、北緯 34.917 度、東経 141.917 度、34.917141.917 の東京湾港で、空母、2隻の巡洋艦及び2隻、ないし4隻の駆逐艦からなる艦隊を発見。空母は昇格型航空母艦と考えられ、約3600メートルの距離から魚雷6本を発射。うち1本が命中して、損害を与えたと判断された。ポンパーノは、この哨戒の3分の2を荒天との苦闘に費やした。ポンパーノは5月5日にミッドウェー島に寄港。5月10日、ポンパーノは52日間の行動を終えて真珠湾に帰島した。6月6日、ポンパーノは6回目の哨戒で日本近海に向かった。ミッドウェー島に寄港し、補給を受けた後、6月19日に哨戒海域に入り、日本と南方間の航路を横切って、哨戒を行った。7月4日、ポンパーノは、北緯34度39分、東経137度42分、北緯 34.650 度、東経 137.700 度、34.650-137.700 の地点で、サム・D・レイ艦長のハーダーによって座礁させられた。元特設水上規模艦相良丸に対して2本の魚雷を撃ち込んだ。翌7月5日未明には、北緯34度10分、東経136度50分、北緯 34.167 度、東経 136.833 度、34.167、136.833 の地点で3隻の小型貨物船と1隻の中型貨客船及び中型タンカーからなる輸送船団を発見し、魚雷4本を発射したが命中しなかった。7月7日に2隻の艦艇に対して、それぞれ魚雷を3本ずつ発射したが、やはり命中しなかった。7月9日の北緯34度02分東経136度36分、北緯 34.033 度東経 136.600 度、34.033 136.600 の地点における、長距離向けに設定したマーク14型魚雷での船団攻撃も失敗。7月10日夜から7月11日未明にかけては、北緯33度31分東経135度24分、北緯 33.517 度東経 135.400 度、33.517 135.400 の地点で、タンカー極洋丸に向けて、魚雷2本を発射したが回避される。7月17日には、北緯33度03分東経137度35分、北緯 33.050 度東経 137.583 度、33.050 137.583 の地点で3班を撃沈。最後に残った魚雷2本は、7月20日に北緯33度58分東経136度32分、北緯 33.967 度東経 136.533 度、33.967 136.533 の地点で3隻の貨物船に向けて発射されたが、射程を誤ったため命中しなかった。7月28日、ポンパーノは52日間の行動を終えて、ミッドウェー島に帰島した。8月20日、ポンパーノは7回目の哨戒で、日本近海に向かった。ポンパーノは8月29日から9月27日まで、北緯30度線以北の北海道南部、本州東岸方面に設定された哨区にいることになっていたが、ミッドウェー島を出港したっきり、その後の消息は不明となった。司令部は、9月6日に哨区が北緯40度線以北の海域に移ったことを、ポンパーノに対して送信したが、音沙汰はなかった。ポンパーノは、帰島予定日に設定された10月5日になっても、ミッドウェー島に帰島せず、喪失が推定された。ポンパーノは1944年1月12日に除籍された。大港警備不戦時日誌など、日本側の記録によれば、9月3日未明に北緯41度00分東経141度30分、北緯 41.000 度東経 141.500 度、41.000 141.500 の地点で、貨物船赤間丸が撃沈されているが、これは他に撃沈を主張する潜水艦がいなかったため、ポンパーノの戦果とされた。この時期、日本側が行った対戦攻撃は9月17日にシリア崎、東大沖で行われたものと、翌9月18日に、前日の攻撃の続きとして行われたものの2つがある。また、この方面には、対戦機雷が何度も敷設されていた。ポンパーノは、おそらく、アメリカ海軍の情報部が察知していなかった、新たな機雷によって沈んだとも、先に挙げた2つの対戦攻撃で沈んだとも、両方考えられる。しかし、どちらもそれと、断言できる確実な証拠はない。ところで、アメリカ側では9月25日に北緯41度30分、東経139度00分、北緯 41.500 度東経 139.000 度、41.500 139.000 の北海道西方沖で沈没した応急タンカー、太鼓丸を撃沈したのはポンパーであるとしている。しかし、この地点は、日本海であり、この当時は和風とソーフィッシュが作戦していた。ポンパーノが哨戒海域を変更して日本海で作戦するような命令は出ておらず、太鼓丸を撃沈したのはソーフィッシュが魚雷の不調に悩まされて戦果がなかったことや、ソーフィッシュの9月25日当日の行動を踏まえて和風によるものと考えられる。一方、9月9日に北緯40度12分東経141度55分、北緯 40.200 度東経 141.917 度、40.200 141.917 の地点で損傷を受けた、貨客船南京丸を攻撃したのもポンパーノだとしている。これが本当にポンパーノによるものだとすれば、ポンパーノは遅くても9月10日以降に喪失したものということになる。ポンパーノは第二次世界大戦の戦功で7個の従軍聖章を受章した。元来は S 級潜水艦に搭載される魚雷ザオフィシャル、クロノロジーオブザ US Navy in World War IIチャプター V 1943では太鼓丸撃沈の記事自体が抜けている。ありがとうございます。